The wheel fate is turning. Rebel 1. Action! カウンター!ディアルナ!また!ディアルナ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 !
笑えねえぞ、この。Rebel 2 Action! Counter! Counter! Counter!The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! Stop! Counter! Counter! Rebel 2 Action! Stop! まさかRebel 3 Action! Counter!
のが部をわきまえるがよい。さて、先に大将引っ張り出されたのは 2P 側。 2P 側大将小桃のラグナ。第1対ラグナ、ジャシーまずは置き、ジャシーカウンターからスタート。後手はしっかり2秒潰している。追加から 3C マダをツバメは呼んでる。西エイタルバースター使っていく。ジャニーオリジナルに対して立ち入れ対空空投げ、これがバッテンついている。ミスタッチ、ラッシュにこれは回らしないか。ジェットスパイカーバル潰しを繰り返す。日本選手は小桃ラグナ。走って膝直下してましたね。あの辺は素晴らしい。ロックエに対してジャンビがヒット。リバイラー落として毒にが当たっている。ファンシーマーダオゲランゲランからの暴れ潰し、立ち回りの差し合いと単発確認と暴れ潰しだけで名刺を食っているコラグナ。しかしここでジャミットオールが三浦投手展開からの西が空振り、ロックに出してカウンターされると投げ抜ける。着地に2、ここは安定した試合運び。小桃ラグナが勝利してた大将戦。 1P 側赤澤あかりのミュー、 2P 側小桃のラグナ。名前がどっちもどっちですね。さて大将戦はラグナ対ミュー、ダッシュに落とす。これで亀足、ダッシュレッドスパイク、ミシにディラプター、落として残念、空振りに西が当たる。カウンターさんと画面端に押し付けて幅を打っていくが通常ヒット。これは 6B 動作したり 6B で崩しにいく。1個目のバーストを使ってこれでお互いバーストを使う。距離を取るミュー、幅を巻いてダッシュリミから6ヒロミスが西井の後のタッシュが空中ヒットして、トスカ 6B ガバシでカウンターされとしたところにトスカの上りが当たる。じゃあ西絡めるか、右絡む、幅屋終わり。この組み合わせ幅屋がしんどい。この組み合わせっていうか幅屋は強いですからね。さてリーチをかけたのは 1P チーム、見えれば暴れるか。もう一回6人いえ、首を取って幅屋を巻いて、しかし着地に立ち B を置いといて相手の出しを止めに行く。そして画面端4000奪ってつぬぐへ呼んでいる。バックして立ち B からゲージを吐いて横吹っ飛ばし立ち D からカーネージシーザー、これでファイナルラウンド。大将戦ファイナルラウンドバースター5分。立ち C の空振り立ち美しい差し込み見せる。バックステに立ち C ジャンシーが当たるがその後つかない。そして画面端単発確認、命かけてますからねこの男ね。ああいう画面端を固めてのプレッシャー、そして2位空振りに差し込む。バックスタッチ単発確認ヘルズ、まあ、今の状況確認か。そして
ミリーラブキャンして、ギリギリ残るがミュウつらい。どうする6位ガロー、ミリーは届かない。カバヤを巻いてとりあえずミッドを設置していくが、カウンターサルト、どうすか、一瞬待ってダッシュして緑投げ、マメ足へ到着して、あーです、最後の最後にガントレタイルス勝利したのは 2P チーム。行きましょう、決勝戦、先方求人対 2P が大将コモモノラグナ、ジンバーサスラグナ、まず開幕から固めにしたのは求人だったが冷静にさばいてジャンシー空対空カウンターして6攻めはデッドスパイクからダッシュ緑毛、これが通る。いつものコンボをしっかり完走し、まだ大締めからディレイゲランゲラン、ガードしてラプキャンからダッチミー、ワクスガリお得意の連携で吹っ飛ばしてダッチミー、ゲージが溜まってカーレージ日本選手はパーフェクトで小桃のラグラン。2本目は ここで崩れる、崩してないのに崩れてしまう、これがなんていうかあれですね、格闘ゲームの面白いところですよね。そして 3C マラオしっかりガードして冷静すぎる主張権を出してね、しかしとりあえずヒレソを無理やり切り返して2D でワックステップを変わる。逆に画面足リバイラー読んでいたがバックステップに引っかかってしまって、ハーレスはもちろん立っている。レッキョーはラッキャンして裏回りもガードしている、これはデッドスパイク飛んでる、ファースト入って一応入れ替わるが、これはちょっと、いや、ミリーはガンダス走ってバリア、ここで最後のバーストを使え、お互いバーストは使えないがダッシュ立ち対決、勝利したのはコモモラグナ。いきましょう、決勝戦、大将戦はラグナ同キャラ、先週はラグナ8人ぐらいいて誰も残りませんでしたが、今日は大将戦ラグナ同キャラ、まずは立ち火相打ちからスタート、ジャンシーカウンターで先手を取っていくのは小物のラグナ、様子見からのダッシュ投げがバッテンついている、リバイラーで吹っ飛ばして 3C マダオ、これはブラッドカインでハーレスをかわして B ロックで止まって、ハーレスガロディバイダーク動ける、スーピーがリーチをかける、2本目まずはダッシュをタッチで止める、ヘルズ追加でガメ足、タチミーが何かにカウンター、しかし空対空ジャンベル切り返して体力が保護部ディバイダー打っていくか、もちろんガロしている、タチヤバレ通しいい、レッドスパイク、レッドスパイクジャンシーでかぶせる、このラウンドは両方押してる、三振マダオ、ビレットスパイクは飛んでる、ジャンビーからしっかり半額を入れて、ニディラッキャンから持ち攻めはジャンビーがめくりに切り当たる、タチリに対してレッドスパイクって、タチここはガラシュ、ニエニエニエ投げを飛んで B が光るが C が空気力ぶる、投げを飛んでいる、 BC が引っかかる、勝利したらコモモラグラ、おめでとうございます。